はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、こちらエンドゲームとプレミアのプリズム、はい、こちら1箱ずつで、ご依頼者が、RXXYYY さん、はい、これとあとオブジェは未開封で送付ということで、はい、じゃあまずエンドゲームから。プレミアはあと2箱と1ケースで終わりです。15999で販売できる分がおしまいということですね。やっぱりプリズムで RC ついててこの値段ね、安かったよねはい、もっと歌舞伎でしたね、っていうのが、1年後ぐらいに言うんじゃないですかね、皆さんね、多分ね、もうそれを何ターンもやってますから、店長はもう、はい慣れっこですはい、じゃあエンドゲームいきます。レギュラーカード系も全部あのお渡ししますので、このまま、はい、このままね、あのカードまとめて梱包します。まずパラレル125枚限定ですね。あ、ワンショットでした。ああ、でもヘムズワース、はい、かっこいいですよ。マスター16箱なんですけど、マスターで2枚もしくは3枚ぐらい、4あるのもあるけど、まあだいたい2か3ぐらいですかね。まあ4、5箱1ぐらいなイメージです。まあいっぱい出なくはないです。はい、でオルセンさんだけ3入りがあるのかな。うん、もう3回4回ぐらいね、お客さん出してます。黄色が出ました。はい、これハイナンバー89番、はい、ということで、ヒットはワンショットでした。まあ金属のプレートでね、はい、かっこいいですよ。しかもまあそうだったら、はい、上位人気ねキャラクターですしね。それとハイナンバーが1枚黄色、それとシリアルが125という結果でした。はい、じゃあこっちですね、プレミアのプリズム、こっちは、ね、なんかプレミアプリズム恐怖症みたいないや、そんなにね、悪い商品じゃないんですよ、うん、よいしょ。まあ、ただ流動性の、はい、ところが強いので、あ、こうでいいですね。で こちらもね、全部送付しま、あ、レギュラーカードいらないって言ってましたもんね。じゃあ RC だけ、はい、別にします。でレギュラーカードは寄付ということ でインサートはお渡しね。で光も、うん、こんな感じでいいですね。ルーキーと光物、それと何もない、ベースカードを分けておく。シルバーですね。 Y9 マ YY ヤマさん、はい、パープラ99-28エリック・ベイリー、デルキ、1月2月でね、だいたいレクチャーしましたもんね、プリズムのね、はい、性質、流動性ね、面白いでしょこれ、商品、この商品非常に面白いですよ。計算されて作られてます。ワールドカップとかもそうですよね。すごいな、やっぱり数学者が計算出してるとすごいんだなっていうね。ぴったり持ってくるんだっていう。まあたまに入ってないのあるけどね。パニ武藤さん、パラレル、まあ、とりあえずワンヒットかツーヒットかというとこですよね。あ、武藤さんをお渡ししましょうか。
ハカさん通常、青パラ、クリスウッド、199、6番、じゃあな、わかんない。よいしょ。はい、ルキで光ってまーす。ホルゲートさん、あ、違うんだろうな、読み方。キングさん、うん、こっから後半まだヒットがないですね。アグエロがハイパー、ハイパーアグエロ、ん、クラック、お、ルッキーだ。あ、さっきのホルゲートさん前振りだった。31-75ですね。エバートンの選手なんだ。生まれは1996年。まあ、うん、いい感じの、はい、スポーツ選手としてね。やっぱりね、何でもですけど、40に向かってね、できるだけ努力するね。よいしょ。お、ラッシュフォードの赤、149114。お、まだないっすね。あと3パック。ワンヒット系かな。確率的にはね、そっちの方が強くなってきました。まだない。くるる。いや、あと2パックだ。あ、これ、こっちで来なければ、もう、ワンヒット系ですね。あ、ひっくり返ってる。はい、なので一旦ね、奥のここね、みんなね。で、これ開けてみてなければ、あ、ひっくり返ってるな。ってことは金系ボックスかもしれない。それかサイン2だったら外れです行きます。まあ、こっちから行きましょうか。ルーベン・ネベス、これがまずサインだ。あ、ネベスか。あ、ネベス、金パターンか。うん、はい、ネベス。ちょっと待ってください。で、これがどうだ、金パラ金以下だよね。お、パワーゴールド。おお、2-5。はい、クレバーリーさん、トム・クレバーリーさん、1989年。あ、結構ベテランですね。うーん、0910、11ゴール決めたんだ。あ、はい、パワーゴールド、ゴールドパー、ゴールドビニールかもうね、名前がね、はい、ちょいちょい変わるからね。はい、ってことは、ネベスさんと金箱でした。で、金箱で見事16/5で、はい、ゴールドビニールとなりました。ゴールドパワーか。はい、ですね。よかったよね、一応ね。はい、よかったですよね。どうですか微妙ということでね、はい、またよろしくお願いします。はい、これも15999でなくなっちゃうと、もう多分、入れれないか、18ぐらいになっちゃうか、みたいな感じです。はい。もうね、去年末ぐらいから、ね、あのお話してたでしょ。もうすごいよ、上海とか、もう中国のコレクターが、こう、もう
しつこいぐらいもうガン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 開けてましたからね。本当に日本はもうね置いてこぼりなっちゃってますメーカーの方からね。えはい、まあ日本版はもう無理ですね。はい、じゃあね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。